どうもタブヤンです。ゼルダの伝説神々のトライフォース、前回ソマリアの杖というね、ブロックを作ることができるアイテムを取りました。さああとはボスですね。ボスを探しましょう。地下2階が明らかに怪しいよね。まだコンパス取ってないんだよね。さあ行こう。ここね、なんか怪しいんだよね。あ、いた。このスイッチのとこに杖でこれを作って、あれ、開いた。あ、宝箱か。開いたんじゃなくて、あー、死んでしまったクック。でも妖精初めて使いました。瓶もね一つ増えたから。あ、小さな鍵。さあどっちに向かえばいい？まだ行ってない部屋行った方がいいよね。西に向かおうか。ここ避けて、どうしよう。フックショット危ない。ここはなんかソマリアの杖使えばなんかなるかな。左に動かせばいいんじゃないの？あ、開いた。でも今は関係ないか。こっちだね。あ、爆弾出す子だこの子。爆弾マンだ。マップ確認すると特に何もなし。どこ行けばいいんだろう。全然わからん。西に向かうか。よっと、あ、スイッチ。ここもソマリアの杖だね。おいで、あれ反応しない。何、ちょっとずれてんのか。ちょっとだけずれてんの微妙だね。これぐらい。あれまだずれてる。もうめんどくさい。っていうか押しても何もならんじゃん。ここなんだよ。あ、なくなっちゃった。ソマリアの杖。ほい、これぐらい。ちょっとずれてんの大丈夫だよね。でもこれ下からは出口はなし。こっちか。さらにこの北側行ってない。あれ北側行ってない。でもカンテラ怪しいねここね。4つカンテラやってみようか。あら失敗。急げ。あ、痛い。やっぱり開いた。よし。おお、宝箱。あ、コンパス発見。あ、意外にもボスは地下1階でした。あとはじゃあもう一つだけ北側に行ってない部屋がありますね。あそこから地下2階に行ってボスのとこへ回っていく感じかな。 OK。 こっからここ西だね。ここ西。あ、いたー。やばい。あ、やばい。あ、この辺ででもちょっとマジックパワーを回復したいな。こいつら倒しておりゃ。あ、出てこないか。マジックパワー危ない。正面はやばい。あ、出してくれない。くそ。魔法陣があるよ。入ってみよう。どこだここは。こんなとこ、何それ、地下2階じゃないのか。どこだここは、初めて来たとこ。あ、でも来たことあるかも。あれや、あ、でも鍵1個持ってるから。今のうちだ。何ここ。あ、いいね。ああ、全開になった。やった、いいね。ここを渡って、あ、宝箱がある。嘘でしょ。どうやって取るのあれ。これ渡っちゃう、フックショットで。あー、なんだあ、ここから。こっちは押せない。嘘、隣からか。マジか、諦めようか。これ、あ、ついに地下2階行きましたね。よし、ワクワクするね。うわ、めっちゃ撃ってきてる。気をつけて。あ、鍵が必要、鍵が必要。あ、敵もいる、敵もいるぞ。鍵1個持ってるじゃん。でも使っちゃえ。あ、ルピーの山。もうお金十分すぎるほどあるんだけどな。お金よりライフが欲しいんだけど今は。縦で、あ、開いてない、開いてない。あ、スイッチ、スイッチはこれか。ソマリアの杖で開いて。あたたた、開いた。よし、いや怖いよ。おっと、敵がいる。ライフ出せこの野郎。あ、真ん中にこれ破壊できるよね。これ持てるよね。危ない。特に意味なかったか。よっと、あ、ライフ回復ないな。欲しいな。どうなってるこれ、どんな部屋。あ、ちょっと縦に長い。なんか上にあるのかな。見に行ってみるか。あ、スイッチがある、スイッチがあるのか。必要ないんじゃないのあー、スイッチいるスイッチいるな。ブーメランで押そうか、スイッチ。おい、あー、やられたー。妖精2つ目、アウト。これ以上やられるとちょっとボス戦がやばい。よし、押した、急げ。よっと、あ、次はスイッチか。で、上に爆弾で破壊する。ヒビがある。おい、よし。あー、なんか出てきた、なんか出てきた。あ、またスイッチがある。なるほどね。おい、でこっちに行けると。よくできてるね。そして、あー、なんかスライム、スライム落ちてくる。やめて、ウサギ。あ、このでもスライムで稼げるんじゃない、これライフ。あ、弓、あ、いいね。あ、これ稼げるね。よし、ここでライフ回復さそう。さあ、15分ぐらい戦って体力満タンになりました。スライムありがたいね。さあスイッチ押した方がいいのかこれ。どうなんだろうね。押していこうか。赤にしていきましょうか。あいたー、せっかく体力満タンだったのに。地下1階、これボスの前じゃない？追いかけられてるー。あ、赤で成功だった。あ、ボス来ましたね。これ行くぞ。セーブしとこう。最高。あー、なんだこの弾。めっちゃ出てくるあー、雷。あ、いたいた、雷。この野郎、目玉来い。あ、いたー。弓矢も使っていこうか。危ない。おりゃ。あ、当たった。振り回してやれ。あ、痛い痛い痛い。弓矢、この野郎。弓矢。おお、一発で倒せたー。やりました。レベル6のボス、弱かったねー。やったぜ。まだ妖精2匹残ってますよ。2匹って言ったら2人ね。2人残ってます。やったー。タブヤン、あなたのおかげで魔族の手から逃れることができました。ありがとう。ガノンが私たちを集めたのは、ガノンの力では七賢者の封印を破れなかったからなの。そこで司祭アグニムを使って賢者の力を受け継ぐ娘7人を闇世界に送り込ませたの。7人の力を利用して封印を破った後、用が済んだ私たちはクリスタルに封じられ魔物たちに与えられたわ。ただあなたのことを知らなかったのはガノンのミスだったわね私が唯一のガノンのミスか。さあ、ゼルダ姫が亀岩であなたを待っています。亀岩、急いで行ってあげてください。ちゃんと聞こえたかしら。ああ、勇者の行く道がトライフォースへと導かれますよ。やりました。レベル6。そして最後に亀岩に行くのか。ほうほうほう。どうやって行けばいいんだ？想像がつかないな。次回、ゼルダ姫に会いに行きましょう。それではまた、さよなら。